これまでのサバイバル経験を試すべく、一泊二日のキャンプ実習に挑む、サバイバルカホマンと木下隊長。手持ちの食料は、白米のみ。まずは海釣りで、お魚を数匹ゲットしましたが、食いしん坊のカホマンには、そんなの全然足りません。さらに食材を手に入れるため、今回は、山で修行の準備です。まずは、場所を確保して、テントを張るそうですよ。もうね、家も見えなくなってサバイバルって感じがしてきました。うん、橋だ。橋を越えるよ。橋があるってことはじゃーん、川もある。いいね。どんどん進みます。サバイバル。ここで泊まりをするので、早速テントを張っていこうと思うよ。フル装備、行きまーす。ブルーシート、ホワイト版、ホワイトシートを上にかぶせてみました。これでどんな雨もしのげるはず。はい、では後ろに渓流があるということで、明日の朝ごはんを取りにこちらのお魚キラーラクラクゲットさんを使用して、あとね、さっき使った
サビキで使った餌もと、なんだこれ、ミミズ、養殖中の大事に隊長が育てたミミズ増えてますを使ってお魚キラーゲットしていくよ。ではお魚キラーをここに沈めていきます。冷たいのかな。お、めっちゃ冷たい。ええ感じや。明日の朝ごはん頼む。食べてくれ。バイバーイ。では万が一獣に襲われた時のために槍を作ります。前回ぐらいに登場したこちらのカホナに選ばれなかったナイフについていたグリップの紐でこれと合体させていくよ。キュッとキュッと、はい、完成。かっこいい。これで獣が来たらひょいひょいと餌にしてやりますよ。いないかな。ご飯いないな。ご飯まだかな。なかなかいないね。